こんにちは、秀夫です。今日は告知ご案内をさせてください。不動産投資のポータルサイト、ケンビアさんのホームページに私のコラムが掲載されたのでご案内します。ケンビアさんは健康の健に美しいに家で、ケンビアです。不動産投資と収益物件のポータルサイトです。不動産をする人、大家さん向けのホームページになります。ケンビアさんのホームページには全国各地のたくさんの投資用不動産物件情報が載っています。アパート、マンション、一戸建て、たくさんの情報が載っています。さらに不動産関連のさまざまなニュースが掲載されています。加えて投資用不動産をどのように探して購入するか、運営管理はどうするか、入居者さんはどう見つけてくるか、売却はどうするか、そういった不動産投資全般についての、ブログやコラムも多数掲載されています。現在ケンビアさんではファイアシリーズの連載コラムが掲載されています。ファイアとはファイナンシャルインデペンデント、リタイアアーリーの頭文字を取ったものです。経済的に独立し早期にリタイアするという意味です。このファイアという言葉は割と最近使われるようになっているようです。ロングステイというと60歳定年まで勤め上げて、その後どこか遠くへ移住するというイメージがありますけれども、このファイアという言葉はもっと若い世代、30代、40代、50代に向かって使われる言葉のようです。私はというと、2012年に50歳でそれまでの会社員生活に区切りをつけ、日本の生活を畳み、タイランド、パタヤ、ジモテンビーチへ引っ越してきました。東京や埼玉で中古の小さな不動産物件を購入して、それを賃貸に出して、その家賃収入でタイランドでの生活費を賄っています。まあ、そういった意味では私は海外ファイア生活9年半ということになります。ケンビアさんではずっと会社員をしていて、それからファイア生活になって5年以上経過している、そういった方をコラムで掲載されています。それで今回ケンビアの編集部さんから私に声がかかって取材を受け、それがコラムになったものです。私のコラムは前編と後編の2つがあります。前編では会社員だった私がなぜ大家さんになったか、後編では社会の多様性と人の優しさにあふれたタイランドでの生活について書かれています。コラムへのリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。ご安心ください。これは怪しい投資への勧誘ですとか、何か商品を売りつけるといった内容ではありません。安心してクリックなさってください。過去、現在、未来の私について、マイストーリーが不動産投資の観点から分かりやすく書かれています。どうして、どのようにファイア生活を実現させたか、お金の面も含めて、詳しく描かれています。ぜひお読みになってみてください。今日は不動産投資の情報サイト、ケンビアさんのホームページに掲載された私のコラムについてご紹介いたしました。以上です。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。